ブロイナは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州北部のカッセル郡に属す、マ村ソンである。ブロイナは、ハービーヒーツバルト自然公園の北西端、カッセルの北西約 30km のアウトバーン A44 号線沿いに、位置している。ブロイナは、北は、バーブルクトリー・ベナウ、東は、カルデント、ツイレンベルク、南は、ボルフハーゲン、西は、 フォルクマールゼンと境を接する。自治体をしてのブロイナには、首有のブロイナのほかニーダーリスティンゲン、オーバーリスティンゲン、レーダ、ベッテジンゲンの集落が属す。レーダはこの町で最も小さく、最も古い集落であり、820年から840年までの間に初めて記録されている。現在の自治体としてのブロイナは、ヘッセン州の地域再編に伴って、 1971年と1972年に、それまでは、独立した町村であったブロイナ、ベッテ人間ンン、オーバーアリスティンゲン、ニーダーアリスティンゲンが合併して成立した。ブロイナとレーダには200年前から、すでに行政組織が存在していた。ブロイナは2007年に創設750年祭を祝った。ブロイナの町議会は23議席からなる。ブロイナは、 以下の自治体と、姉妹自治体となっている。ブロイナには、近隣に源泉がある、ミネラルウォーター、ウアシュトロームクベルボルフハーゲンの瓶詰め工場がある。ありがとうございます。